工場の生産性向上に向けた IoT を活用したスマートファクトリー化の流れが全国の製造業界に広がってきています。特に中部地域では輸送用機械の全国シェアが 40% 以上を占めています。そこでお客様の近くでスマートファクトリー化に向けた検証・実証を行う場として IoT トヨタラボを2016年に開設しました。ネットワンシステムズの IoT トヨタラボは次世代のものづくりを模索する企業のための検証専用施設です。 IoT の動作検証に必要な場所・設備・情報基盤が用意されています。PLC などの生産設備、生産設備を安全に接続する産業用ネットワーク機器やセキュリティ機器、接続した生産設備からデータを収集し活用するための仮想サーバーや分析アプリケーションなどをマルチベンダーで常設し、スマートファクトリー環境を再現しています。堅牢性が高く冗長性も備え、高帯域、低遅延なネットワーク機器、セキュリティ機器を揃えています。また工場内の過酷な環境に耐えられる防水・防塵の IP67 に対応したものもあります。サーバーやストレージも揃えており、生産設備で生成されたデータを収集し、形式を整えて蓄積した上で見える化するアプリケーションやサイバー攻撃対策のアプリケーションが主に入っています。工場にこれらの機器を導入する際には、防水・防塵の観点からこの制御盤に入れます。 IoT トヨタラボでは実際に制御盤や配線の施工例も展示しています。物体との焦点距離を測るデモを実施しています。 PLC がセンサーの値を読み取り続け、ネットワーク越しにサーバーに送る仕組みです。カメラからセキュリティ機器やネットワーク機器などの機材の温度を知ることもできます。ラボの中には複数のカメラを設置しており、サーバーに送っています。現場のラインを再現したベルトコンベアをリモートコントロールで動かしたり止めたりすることができます。またリモートで動かしても現場側ですぐ止めることもできます。制御技術に不慣れな情報システム部門の方、 IT に不慣れな生産技術部門の方が安心してスマートファクトリー化を進めていただけるよう、制御技術と IT を熟知したネットワンシステムズが中立的な立場でご提案します。お客様がスマートファクトリー化で進めたいことの実証の場として IoT トヨタラボをご活用ください。